世界への飛翔の立役者になったクリス・ヒーロー。WXW 世界ヘビー級王座は2001年に創設されて2010年に廃止された WXW の王座。2001年の7月に産声を上げたこの王座は当初は単に WXW ヘビー級王座と称していた。これが WXW 世界ヘビー級王座とその名を変じるに至ったのは 2003年、米国出身のクリスヒーローがこれを獲得した後に、そのまま米国の地へと持ち帰り、それから重ねて、米国の地にて保持者が変動したからであった。WXW の本拠の地たるルール地方の、オーバーハウゼンとエッセンをはじめ、南部のニュルンベルクやさらには隣国にあたるオーストリアの、ウィーン、そして大西洋を越えて、米国の中西部の地を彷徨うなどしつつ、二度の、 空域間を経ながら、総数18名の選手らの手へと渡った。やがて、WXW におけるヘビー級部門の閉鎖に、伴う形で2010年をもって廃止される運びとなり、6月5日をもって、WXW 世界ライト級王座に、統合されるとともに、WXW 統一世界王座へと生まれ変わり、かくして、おおよそ9年にわたった歴史に幕を下ろしたのであった。 ケージマッチ ,wxw 世界ヘビー級王座レスリングタイトルズドットコム、w x w 世界ヘビー級王座ありがとうございます。